こんばんは、手作りパンの山近です。さあ、今回もまた始まりました。エピソードトークの練習のお時間です。<laughs> 違います。あの、まあ、皆様のね、お耳の夜のお供にでもなればと思いつつ、ラジオを撮っていきたいですけれども、さあ、今日は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私たちはニックフェスに遊びに行きました。結構、肉フェスに、 で肉椅子ってさみんな多分聞いたことあると思うけどなかなかね自力で行きましたまあ当たり前なんだけど自力で行くのは自力で行きましたみたいな人は少ないのかななんて思ってて結構さなんか。 いいいい噂ばっかかりじゃないじゃゃなななんんフェスってなんか詐欺みたいなさ私はそのご飯で詐欺をされるのがすごく怖かったので <laughs> 今まで肉フェスというものに足を運んだことはなかったんですけどまあ今回ねそれこそそ YouTube を撮るようになってから結構行動がアクティブどんどんアクティブになってってなんか。 まあ騙されたとしても、まあ、おもろかったらいいかみたいなそういう精神が芽生えたのですごい動画はありがたいですねあそれで行ってみてまあちょっとねその話はまたおよい,おい <laughs> 動画にも一応してるのでよかったら見てみてください明日かな明後日かなちょっと今日かなわかんないんだけどこのラジオを上げるタイミングもみていなので本当にあの なんだろうそ,その場その場結構土壇場で生きてる感じがあってそれはちょっとね直した方がいいなと思いつつ余裕を持っていきたいなと思ってる今日この頃なんですけれどもあの余裕を持つと言えばと言う私あゆえをのさ言えばを言うっていう人あんまりちょっとおいおいって思っちゃうんだけど言えばと言えばあの読書,読書を朝の数分まあ10分 20分30分まあ1時間とかちょっと入れるとその1日に余裕が出るっていう話を噂で聞きましてうわあ読書いいなと思ってでそれであのこの前買った「エッセンシャル思考」っていう本とかも読もうと思って,てでもう一冊最近ちょっと気になってる本があってこの前の『アメトーーク』でチャンス大城さんチャンス大城芸人っていうチャンス大城さんがメインになってる、えっと、番組がっと番組が やってたんですけどもそ本当にチャンス大城さん1本で彼のエピソードだけで1時間が終わってしまったんですけどでそんな彼がっと今回本を出してるってことでその前回の前々回かな『アメトークの』の本や読書芸人みたいなのでもチャンス大城さんの本って紹介されてたんですけど「僕の心臓は右にある」っていうタイトルの書籍、まあ、ほとんどあれですよね芸人さんが最近よく出すエッセイみたいな自分のあったことを まあ書く自叙伝って言えばいいのかなっていうのがあってそれが結構すごい気になっててでこの度ちょっと本屋さんで見かけたので少しだけパラパラと読ませてもらったんですけどもうそれがねやっぱもう結構面白くてあのすんげえこの人はマジで芸人になるべくしてなった人なんだなみたいな。結構そのの彼自身もあの心臓が 右にあるって言うんですけどその臓器が丸ごとひっくり返ってるみたいででそんなお話についても書いてあったんだよなちょっとあのまあ何短編集なのでエピソードが2030とかある中の1個2個うちょっとお話できたらなと人の本内容をラジオにしてしまうんですけども <laughs> あの「右心臓が右にある」そん なんか、まあ、病気じゃないんですけど、そういう、まあ、生まれつきそういう方がいらっしゃる。んで、あの、彼の高校時代の時に、なんかその、夢を書いた紙を風船にくくりつけて飛ばそうみたいな、そういう、まあ、イベントつってか、授業っていうか、あったらしいんですけど、その時に、まあ、みんながお花屋さんになりたいとか、歌手になりたいとか、そういうことを書く中で、大城さんは、僕は心臓が右にありますってことを、だって書いて、で、 何で,でもないんですけど事実をだって書いてで自分の、まあ、個人情報とかを載せて風船飛ばしたらしいんですけどそしたら後日なんかお家に電話がかかってきてで相手が小さい女の子だったらしいんですけど「もしもし」って「お兄ちゃんお兄ちゃんの心臓って右にあるの私もなの?」って同じその心臓が逆になってるこう小さい女の子から電話が来て「でちょっと会おうよ」ってことになったんですって。で結構その遠いところ から電話かかってきてそこで待ち合わせすることになったらしくてすんごいとこまで風船飛ぶんだななんて思ってたらしいんですけどなんかそれで。 まあ、会ったら本当に小さな女の子がいてで「お兄ちゃんの心臓が右にあるって本当?」って言って「本当だよほら手当ててごらん」ってドクドク言ってるでしょ右側に心臓があるんだよって,って本当だ右側だ私も右側に心臓があるんだちょっと触ってみて」って言って心臓触らせてくれたんですけど「あ本当だね」なんてやってたらその小さな女の子が心配でついてきた両親がすぐ後ろに隠れてたらしいんですけどあの怪しいやつだと思って通報されたんですって <laughs>。 女の子のその心臓の位置をねペタペタペタで触ってるから危ないと思って不審者だと思って通報されたらしくてでもちゃんとあの警察、まあ、警察呼ばれたから警察行ったんですけど警察に行ってそのちゃんとね訳を話したらすごいその「あなんだ」みたいな熱いいい話だったんじゃないかみたいな警察も言ってくれてでもうご両親もね納得してくれてごめんなさいってことで。 その,子のお家にお呼ばれしてすごい高いお肉のすき焼きをごちそうになったらしいんですけどなんかその右側に心臓がある方ってもう私の周りではもちろんいたことなくて皆さんの周りでまどうだったのかわかんないんですけどすごく珍しいことで,でしかもその人が風船を飛ばして同じ人が拾うって確率がなんかもうジャニーズの。 でっかい、もう、ありがア,リーナツアーみたいなコンサートに行って、そのうちのメンバーの一人がなんかボールを放ってキャッチした女性がまた次のアリーナでもキャッチするぐらい、もうめちゃめちゃ確率のないことなんですって。もうそれぐらい珍しい奇跡の出会いをしたみたいなことがまあ書いてあって、あ本当なんか彼自身がすごく持ってる、もう、要素もやばいし、起きることもやばいし、みたいな、そういう、なんか、話が、てんこ盛り、 なな本だったんですよなんかもう立ち読みじゃもったいないぐらいちょっと次購入するんだったらその本もいいかなーなんて思ったりなんかして私結構そのラジオとかにも憧れがあるんですけどそういう辞書伝みたいなものを出すのにも結構憧れがあってでもなんか私自身そんなになんかまあね心臓も左にあるしまあちょっと太ってるけど、まあ、ちょっと太ってるだけなので。<laughs> なんかそんなに自分の中で特筆すべき事項があるかって言われるとあんまりないのかなって思ってるんですけどあ結構その大城さんの事情で,でも他の人の話がやっぱ多くて私が他の人の話をするんだったら初かなーなんて思いつつあ結構その4個も漫画にもしてるんですけどその初のキャッチーなエピソードみたいなのはなんかそのうちの1個で言うと。 迷い犬迷い犬の広告このワンちゃんを探してくださいみたいなあのなんて言うんだろう紙まあツイッターで流れてきたから画像なんですけどそのワンちゃんの写真と特徴とかがあってでこのワンちゃんを見つけたら100万円みたいな。で あのそのワンちゃんがニューヨークテリアだったかな。そのワシャワシャワシャって毛がした毛が生えてるちっちゃい子犬のニューヨークテリアの画像ででそれを初に見せて100万円だってよって。 言ったら初が、え、めっちゃいいじゃん、探そうぜ、シャンデリアとかいや、ちょっと待ちね。おい、電気だわ、それ。って一生見つかんねえよ、それ。みたいな話は、確かにいっぱいあるんですけど、自助電にするにはだいぶ短いな。そんな、もう、気象転結で終わりじゃん、みたいな。広木しろがないじゃん、みたいなことが、まあ、たくさんあって。まあね、でも生きてったら、多分二人でこれからも、いろんなところに出向くので、うちらが、 あんまり YouTube で言ったことないかもしんないけどヒッチハイクに誘われて行ったりとかもしててもうハッツがすごいんですよねそのアクティブ度がだから大学それこそコンビ組む前だったかな後だったかなちょっとそれはやぶさかではないんですけどヒッチハイクで2人で1,000円ずつしか持たずになんか山口とかあの奄、ー、美を奄美じゃないわどこだあれ あの次屋の久島かか島島まで行ったりとか薬島のフェリーって片道、まあ、7,000円とかいいやつで7,000円とか、まあ、安いやつで4,000円ぐらいかかるんですけどその時にもうちら1,000円ずつしか持っていかなくてあの本当ヒッチハイク乗せてくれる人ってもうすごくいい人たちがマジで多くて自分たちがここに行きたくてって言ってると,とめっちゃ じゃあ、その、まあ、うちらの体型もあってか、ってか、私の体型もあってか <laughs>、ご飯を食べさせてくれたりとか、その筆体を出してくれたりとかして、で、まあ、なんとか目的地までたどり着けたみたいなことも多々あって、で、でも本当に、あの、自分たちってなんだかわかんないんですけど、まあ、中学生に見えるのか、私がぽっちゃりしてるからかなんかわかんないんですけど、みんなお腹空いてないって聞いてくれるんですよ。ヒッチハイクってお腹空くイメージがやっぱりあるのか、私でもあるかもな、確かに。なんか、それで、 ご飯をね、食べさせてくれるわけですよ。ひっちゃいクって普通、なんかお腹がやっぱ空くからペコペコになって、みんなサバイバル5みたいな、ひっちゃい子終わった後はサバイバルしてきましたみたいな感じになるんですけど、なんかうちらみんながご飯が食べさせてくれるせいで、なんか2キロずつ太って帰ってきました、1週間で。<laughs> なかなかね。 まあハードで幸せな旅だったんですけどそういう話とかもね確かに書こうと思えばいっぱいあるかもしれないラジオでも話させてもらうかもしれないんですけどあそんなこんなでもう10分 <laughs> おしゃべりしてしまいましたすごく自上伝に憧れがあるという話でまあ皆さんもね 朝読書ししてみるといいかもしれません <laughs> 締め締めそこなんかいって感じなんですけどああそんな感じで夜も更けてまいりましたので夜も11分受けましたので <laughs> ああ皆さんも本日良い夢が見られますようにということで手作りパンラジオこの辺でお別れのお時間となりましたお相手は手作りパンの山近でしたまたお会いしましょうありがとうございました